暮れかかる空、赤く染まる高速道路、港の街は粋なセリフがよく似合う。君の心を確かめたくてここまで来た。すれ違いなどこの街には似合わない。待っているなら今打ち明けようか。言い出せずに暮れてゆく二人の横浜 Twilight Fade Baby。 人二人だけだよ Baby。 いつまでも Baby。 この心今なら打ち明けられる。美しい時間になりました。お、飛行機ですね。UFO から飛ぶにましたけど、あ、いっぱい。どこが、あ、旅立つやつですね。こうなってるんだ。ちょっとここら辺は穴場でしたね、今回。で、あれが港で、お台場はその先ではないの？わかんないな。ちょっと今日はもう、外で、出てないっていうか、出れなかったからね。あ、やっぱあれが観覧車だよ。あれ、どこ？指がどこ？これか。あれ？ここら辺、ほら。あれ、これ。これ。指がいかないな。画面を見ながらだと。どれだ？ここら辺はこれ、観覧車じゃないの？ね。あ、飛行機が突っ込まないように、ちゃんと前のマンションの上、チカチカ。これはあの、ああいう赤いやつとかは、飛行機が突っ込んでこないようにってことですからね。うわ、美しい。君と、未来の日々めがけ光る愛の矢を放とう。強く弾け炎を描き、ララ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 ラ。二人の行く手には遮るものはない。導くままに進もう。 Fly all day 時を越え babyFly all night 途切れることはない。輝く心へと眩しい口づけを送ろう。 All right Kiss a song Then let's kiss a song。
瀬戸恵子の完全なる自由人。2022年4月23日、11時23時ぐらいです。5日間、この部屋に滞在しておりました。めっちゃくちゃ快適な時間、空間、楽しかったです。ありがとうございます。品川シーサイド駅すぐのホテルからお届けしております。さて、これからパッキング。最初の2日間ぐらいは結構あまり散らかさなかったんですけども、はい、今照明をつけました。あ、照明つけたらもしかしてこれちょっと映る？映ってるね。はい。では、こっち側に向けて、ちょっと電気つけてみましょうかね。シャカ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 シャ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 。あ、映る映る。あ、面白いシルエット。ダララ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 、女は海。あ、面白いですね。ねえ、そうやってアイディアって出てくるんですね。シャ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 。はい、では一回こちらに向けたいと思います。チェッチララチェッ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 フィアーファ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 ァ。今の時間は23時31分でございます。ちょっと仮眠をしておきました。これからチュク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 、あのバージョンで荷物のパッキングをしたいと思います。ちょっとたまには少しセクシー系の、はい、衣装でお届けしたいと思いますけども、チュルルルルルルで早送りいきたいと思います。なんやかんやとね、5日間でもね、大きなトランクなので頑張りたいと思います。お疲れ様です。終わりました。結構途中でね、スケジュールとかいろいろあって、もう何が大変かって、やっぱこの中ね、こういう細かいあのキッチンなんていうの、机のデスクの中、ああ見えないかな、これ開けましたけど、引っ越しだったらキッチンとかね、細かい系がね、はい、三脚も入れないといけませんね。よいしょ。とりあえず終わりました。トランクは閉めちゃうときつくなっちゃうから、入れるだけ入れて朝ギリギリの状態で閉めます。はい。ストップウォッチやってました。1時間20分。まあ、途中20分くらい遊びましたね、多分ね。まあ、だいたいいつも1時間ぐらいです。今はもう間もなく00:53、間もなく1時、お風呂入って寝て、まあ、明日はお休みなので1時でしょう、1時半ぐらい寝ようか、2時に寝て、1時半に寝て4時45分に起きようかってことはね。よし。あ、ちょっと暑い。暑いので、ちょっと。
トレを入れましょう。というところで5日間滞在しましたね。楽しい時間をありがとうございました。よいしょ。写真とかも撮ろうと思ったけど、ちょっと遊ぶことが多かったので、明日はね豊洲っていうか市場、市場か、市場って読むんだっけ、市場の前に新しく4月15日にオープンした新しいホテル、キャンペーン価格らしい。でもここも今多分キャンペーン価格で、いつも町田で撮ってるところとほぼ同じだったから、今回は構想にしてみました。本来は北海道から出て明日24日に、帰る予定でしたけど、今それピーチのチケットをキャンセルしました。安いのに買っといて、あの手荷物とか、手荷物っていうか預ける荷物とかも やらないといて、そしたらさ、キャンセルで戻ってこないけど、安いチケットの場合はもう5000円だったけど、まあ捨てちゃってね。今度北海道行くときはどう考えてもやっぱフェリーで行こうと思ってるので、で、沖縄ね、行くから、宮古に行くから、チケットの便を変えられるんだったら変えようかなと思って今見たけど、路線までは変えられない。日付は変えられるけどね。で、手数料が、なんやかんやと手数料となんちゃらで4000円ぐらいかかるから、そしたらね、行くか行かないかわかんないしっていうところで破棄しました、キャンセルしました。で、宮古島を調べてもらったら、高等波というのをね、磯部先生という方がやってらっしゃるんですよ。高等波、高は光、光に透明の透明の等、高等波は波、波動の。そしたらやっぱり宮古島というのは、あの、愛のアイランド、光の愛のアイランドみたいな感じなので。で、奈良というのはヘブライ語で光らしいんですよ。で、北海道行った時に、奈良から始まるというキーワード、直感を受けて、まあ、4年前なのかな、3年前なのかな、動いたんで、奈良と宮古をつなげればいいと思います。はい。というところで、熟女組で、がいいんじゃないですかね。はい。奈良はね、奈良の富雄っていうところにいるんですけど、もうね、もう熟女の聖地にしたいっていうね。一瞬、この間、紋別の時にその企画をね、振ってみましたけど、全く響かないっていうか、なんで、やっぱり奈良なんだろうね。熟女組の、熟女の聖地。食べ物屋さんも美味しいし、こじんまりとしてるし、京都にも、奈良にも、大阪にも近いしっていうね。そういうの考えてますね。それと、だから宮古島というところで、決まりました。頑張るっていう感じで、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。すべての存在思い出たち。今になってつながりが見える。そうだ、お風呂入ろう。お風呂、お風呂、おやすみなさい、おやすみなさい、じゃんちょー。